ラジオでこんにちは、富山県です。はい、毎月第2、第3、第4土曜日に KNB テレビでお送りしているこんにちは富山県ですの裏話などをお送りしていきます。はい、今週土曜日のテーマがですね、サイクルツーリズムの推進です。自転車ね。そうなんですよ、はい、私は自転車通勤をしているんですけれども、はい、佐藤さん普段自転車に乗ることはありますか？あります。はい、ロードレーサー2台持ってます。2台持ってるんですか？はい、まあでも私はその自宅と会社の行き来ばっかりなので、うん、たまにはね違うコースを思う存分走ってみたくなるんですよ。まあ、富山県にはね美しい富山湾ですとか豊かな自然がたくさんあります。はい、で富山県は2014年に世界で最も美しい湾クラブに加盟されたことをきっかけに富山湾岸サイクリングコースっていうものを整備したんですよね。はい、そうですね。で県外からもサイクリングをしに富山に来てほしいということで、はい、県はサイクリングを推進しています。うん、で今回の取材では立山町に行って電動のマウンテンバイクを借りていろいろと巡ってきました。電動なんですよ。楽ちんなんですよ。そうそう。で一緒に自転車の旅をしたのは去年神奈川県から立山町に地域おこし協力隊として移住してきた中谷亮太さんという34歳の男性です。でこの方トライアスロンの選手で自転車メーカーでかつて働いていたんです。で自分の経験を地域活性化に生かしたいということで立山に来たということで、でその立山町では町内の3カ所で有料で自転車を貸し出しているんですけれども、自転車本体だけではなくってヘルメットとかグローブとかサングラスとかも無料で借りることができるんです。でも本当乗るだけなんだね。そうなんです。で今回行ったのは岩倉寺の小山神社を参拝したり、あと越中瀬戸焼のね体験をして私はお皿を作ってきたんですけれども、で取材した日は今日みたいに猛暑日だったんですよ。暑かったんです。はい、なんですけれどもやっぱり大自然の中で思いっきりねこう自転車を漕ぐと風を感じて、そうなんですよね、本当に気持ちよかったです。でさらに今自転車で、はい、あの富山石川福井の北陸3県を巡るスタンプラリーっていうのを開催してまして、各県に80個ほどのそのスポットがあって、スポットを訪れると専用のアプリにポイントが貯まっていくっていうシステムで、これ抽選ではあるんですけれども、はい、3万円相当のカニとか肉とかが当たるかもという。おいいなこれこれ11月末まで開催中なんですが、はい、あの中谷さんはですね県内にこう本当に氷見から朝日町までいろんなところにスポットがあるんですが、はい、県内の80スポットのうちもう77スポット巡っててあと石川県もちょっと行ってたかな。は本当に自転車がお好きで、でも11月末までいろいろと制覇したいというふうにおっしゃっていました。自転車で巡る北陸3県デジタルスタンプラリーで検索すると詳細出てきますので、はい、ぜひ確認をしてみてください。で中谷さんもね話していたんですけれども、はい、自動車だと通り過ぎてしまうような何気ない景色が自転車から見るとまたいつもと違って見えるんですよね。分かる。うん、で環境にも優しいし、うん、なんだか心身ともに健康になった気がしました。乗りますよ自転車は。ですよね。うん、あの自転車でねまた県内のいろんなところを巡っていきたいなと思うと思います。はい、ぜひ皆さん今週土曜日、19日の午前9時30分からKNB テレビでこんにちは富山県ですをご覧ください。ラジオでこんにちは富山県ですお送りしました。